A letter quietly lies on the table in the passenger car. Judging from its texture and style, it's from the Zhenzhou. On the paper, the names of the sender and recipient are all omitted, with only a faint trace of dim ink vaguely visible. He unfolds the letter and the ink immediately becomes visible. It's as if an invisible hand holds the pen like a sword, making swift, decisive stroke. After a moment, the contact regains its original appearance. A letter of unknown origin. I have learned of your return to your home, how you upended the ancient seas and saved the world from danger. I am sure this has recovered your forgotten memories. In accordance with our old vow, we should once again roam our lands of past, drink in celebration, and recount our great adventures. Kokai o sakasazuri, kochi o saihou. Tanko ate no tegami da. Dare kara da? パムに聞いてみるか。Vita infinita, cloud leaf no trace. Show the anonymous letter to Pom Pom. She's right over here. うしょ、うしょ。ん？どうしたんじゃ？俺はずっとここで掃除してたが、手紙なんて気づかなかったぞ。This is creepy. おい、怖いこと言うんじゃない。どうしていつも列車には変なものが入り込んでくるんじゃ。列車のセキュリティレベルを高めんと。それで、手紙には何と書いてあったんじゃ。Hand the letter over to Pom Pom. 招待状のようじゃが、誰からじゃろうな。先週ラフにまだ炭鉱の友達がおったのか。確か永久追放されたと言っておったが。人間？いや、それはないか。将軍からの手紙なら署名を残さない理由がない。直接炭鉱に見せてみたらどうじゃ。この時間ならいつもの場所にいると思うぞ。 OK Then To the archives. Found him.どうした？俺に何か用か？ There's a letter for you. うん、差出人は書かれておらず、時間や場所の指定もない。どうやらこれを送った人物は、そういったことは俺の記憶の中にあると確信しているようだ。残念ながら、このものを失望させることになったから。Why?Could it be Blade? この筆跡からは確かに剣士の気風を感じられる。だがあの男はいつも単刀直入に事を運ぶ。誘うにしてもそこに一切の情はなく鋭いものだ。こんな回りくどいやり方をあいつはしないだろう。この手紙は俺が預からせてもらう。タンフーの過去に関わることなら慎重に対応せざるを得ないからな。 Alright. Have you waited? The appearance of this letter makes you feel uneasy. You evoke the cloud him and a droplet of water condenses from air and soaks into the letter.The handwriting disappears and another line of writing blurs due to the water stain. Of five people, three must pay a price. やはり、そう単純なことではなかったが、彼をこの一件から遠ざけたのは正しかったようだ。これ以上、皆を危険に巻き込むわけにはいかない。だが、こ
これがあいつからの手紙でなければ、一体誰が。新作府に行って、ケーゲンに性格ハンターの動向を確認してみるとしよう。Wait, so from here on out, we'll be controlling, Danheng? Team must include Jingyu. Hold on. Yeah. I had to be sure.As much as I would love to bring my own Jingyu, but unfortunately, I don't think my Jingyu is ready yet, so... Jingyu... March... Natasha...And, Himiko. Alright, let's begin. ラフを離れて随分経つというのに、ここの殺気は減るどころか、むしろ増しているな。喜ばしいことだ。言ってみただけだ。そう警戒せずともよい、小僧。我はただ過去の情景を忍んでいたに過ぎぬ。What is she doing here? だが、ケーゲンの手配した同行人が、あの小僧とは。お前とは何かしら縁があるのかもしれぬな。Oh, look, he's done home.今日は次から次へと客人が来るね。炭鉱先生、どうしてここへ？ビーティングス。邪魔をしてすまない。将軍に用があって来たんだ。そう。もしあの時の捜査で僕が早まって手を出して怪我をさせたことの賠償を求めるつもりなら罰を受けるよ。この先100年。僕の宝球を賠償に当ててもいい。 That won't be necessary. いや、それは不要だ。お前は運気軍としての責務を果たしたまで何も間違ってはいない。むしろ当時あの場を切り抜けようとお前には悪いことをしてしまった。今回ここに来たのはそれとは別件だ。あいにく将軍様は用務があって出かけてるの。ただ立つ前に将軍様がある伝言を残してね。炭鉱さん、階段のところに立ってる人を知ってる？ I think so. 知っているとは言い難いな。ただあの顔には見覚えがある。将軍の客人か？そう、彼女のことを忘れたんだ。なるほど、寿命が転生すると本当に前世のことをすっかり忘れちゃうんだね。あの方は泉州ラフの前代剣主ケイリュウ様。あなたの前世陰月君とは生死を共にする仲だったの。それどころか将軍様の恩師でもあった。戦時の公文書によると彼女の剣の前に倒れた北条の民は数えきれないほどいたみたい。増欲者の上も堀陣の不老も山ほど高かった奇獣でさえ
その一撃を受け止めることができなかったとか。うん、だから当時はそれはもう名を馳せてたの。でもそれも大昔のこと。残念ながらそれほどの英雄でさえ魔音からは逃れられなかった。魔音に落ちた慶竜様は狂い、あまたの殺生を犯した挙句、生き甲斐に逃亡した重罪人になったと言われてる。本来彼女ほどの腕があれば誰にも捕まらないんだけど、なぜか行商人を装ったある容疑者と一緒にラフに現れて自首してきたの。ただその条件として審判を受ける前に自由が一日欲しいと言ってきたんだ。林園教で旧友たちに会いたいってね。で、理解しがたいことに将軍様はなぜかそれにうなずいたの。将軍様が用務で離れる前、私たちにある任務を残した。慶竜に付き添いラフでの最後の一日を過ごさせるようにって。つまり客人の接待なんかじゃなく、これは罪人の護送だ。おい、Xing Zhu suddenly stops talking. By her, you perceive a chill settling in the air around you. 来たか、陰月よ。せっかくだ。もっと近くに来て、昔話でもどうだ。それとも、今世の名で呼んでほしいか、炭鉱。Alright, let's go talk to Jing Liu. 我が泉州を離れるとき、こう聞いた。奴らがお前の鱗と角を奪い、強制的に転生させ、また幽州獄に閉じ込めたと。もう陰月君は存在しないと思っていたが、我がラフに帰ってみると、まさか再び海を割り潮を引くお前の姿が見られるとは。さながら覚醒の感がある。 I remember you but barely。 お前を覚えている。おぼろげにたが、前世で経験したことは俺にとって割れた鏡のようなもの。どのかけらを拾おうとも、その光景は困惑するものばかりだ。おぼろげにか。過去から逃げようとする者は皆同じことを言う。寿命族が輪廻転生すれば、前世のことを全て忘れて白紙になるはずだ。だがお前は竜尊の力を持ち、わずかながらに前世の記憶も残している。我の推測が正しければ、竜士たちは龍脈が途絶えるのを惜しみ、陰月君を蘇らせようとしたのだろう。故に脱輪の刑に小細工を浪して世間を欺き、お前を今の姿にしたのだ。Okay, let's just get straight to the point. Tell me why you're here. 昔話をするために来たわけではないのだろう。いい加減、目的を話したらどうだ。先ほど寿命族の娘から聞いたはずだ。どうした？耳でもおかしくなったか？我がラフに戻ったのは、同盟に自首し、過去の罪と向き合うため。ただ審判を受ける前に一日の猶予を請うたのだ。旧友たちと再会し、親密であった頃の約束を果たすために。慶元は昔から優しいやつでな。お前を呼ぶと聞いたら我の望みに応えてくれた。ということは、列車に届いた手紙はお前が送ったものだったのか。ああ、そうだ。So it was Jing Liu that sent the letter. In the meantime,
Now what? 開尺玉を隠さず、oh, 利量明月を吐く。林園橋の景色は詩で歌われているようにそれで美しい。けど、oh, 僕のような容疑者を相手に枷もかけず牢にも入れないとは。このような場所に連れてきて本当に良かったのかい、将軍殿。あそこは厄介事が多すぎる。これ以上問題を増やすべきではないと思ってね。安全を考慮し、君にはここで審判を受けてもらう。安全を考慮ね。どうやら僕の安全を言っているわけじゃなさそうだ。性格の降臨、剣木のよみがえり、そして壊滅の指令が天白氏の摂都氏に成り代わっていたこと。天白氏の調査によると、君は正体と一緒にラフを訪れたが、滞在していた数日間誰とも貿易活動を行っていなかった。そしてちょうど君が離れる予定の日に災いは勃発した。君は騒ぎに乗じて優秀国に忍び込んだが何もしていない。そして今、性格の災いに対する責任を負うと告げて自首した。怪しい。どう考えても妙だ。君のその行動を果たしてどう解釈すればよいのか。僕は行商人として頼まれたものを送り届けたまでさ。その裏に隠された事情までは知らない。優秀国に忍び込んだのは確かに目的があってのことだけど、今のラフに僕の求めるものはなかった。自首をしたのだって罰を受けるのが怖かったからさ。いくら星の海が広大といえど、同盟の追跡から逃れることは難しいだろうからね。行商人、羅刹殿は冗談がうまい。愛英の城での所業、シュラウドベール聖域に残された数々の過去、私の口から詳しく説明した方がいいかい？それとも、あの舌を噛むような名前で呼ぶべきだろうか？アン・キストフ・ネーム。ほう、さすが、新作将軍と呼ばれるだけのことはある。お互い様だよ。事前に調べておいた甲斐があった。でなければ、この場をしらけさせてしまうところだったからね。将軍殿が妙に思っているということは、僕の代わりに弁明をして性格事件の容疑を晴らしてくれるということでいいのかな。いや、それは私が決めることではない。こたびの件は同盟を転覆させようとした重罪だ。故に法に従い、君は泉州巨領に護送され、獣王氏と七天将の連合審判を受ける。そして栄罰を課せられることになるだろう。がこのひとときは林園橋の家系を堪能するためのラフの景色もこれで見納めだろうからね。彼女から聞いたことがあるよ。数百年前、雲上の五騎士はここに集い宴をあげたと。貴殿の師であり絶世の剣技を誇る慶龍、雲銀の術を有する陰月君丹風、精査を巧みに操る飛行士白樹、そして神技を鍛造した守名の名将王政と志望に長けた将軍殿、かの五人は魔を払い数多くの伝説を残した。だが嘆かわしいことに世は無情なもの。雲上の五騎士はやがてちりぢりとなり、今では絶縁状態。将軍殿が僕を優秀国から連れ出したのは安全のためじゃない。聞かれたくない話があるからだろう。そう、これまでずっ
と話を避けてきたあの人物、将軍殿の師匠慶龍殿の話だ。 Meanwhile in the seat of divine foresight。 さてそろそろ行くか。コチをいくつか巡り、酒を一杯飲みながらアリシヒを忍ぶとしよう。は？自分が観光客にでもなったつもり？ああ、なれなくもないぞ。She's trying to be sarcastic over here。 小僧、そう浮かぬ顔をするな。我は同盟に自首したのだ。それを保護にして逃げる気はない。お前たちの将軍様も我の望みに応じたのだろう。そして陰月よ、お前には共に来てもらう。拒否はさせんぞ。前世を覚えていようがいまいが、我の手紙を受け取ったのであれば誘いに応じたことになる。案内しろ。さあどこから始める？開成校か、それとも構造師にするか。懐かしい日々があまりに多く、それらが頭の中を駆け巡る。だというのに我の手はそれに届かない。先秋人は年が千を超えると日々山を背負いながら生き、まるで迷宮をさまよっているかのようだ。場所を選ぶだけなのにそんなに難しいわけ？だったら僕が代わりに選んであげるよ。よし、開成校にしよう。下気づいたバリア。小僧は精が出るな。ならお前の言う通りにしよう。 Alright, to Stargaze in the Valley it is then. セーサが見たいなら四階門にたくさんあるでしょ。顔を上げれば見られるっていうのに、なんでわざわざ開成校まで？小僧、古族の飛行士で白樹なる名を聞いたことはあるか？白樹、白樹、聞いたことあるよな。This name is unfamiliar to you and elicits no feeling. However, a voice inexplicably rings in your ears. 高貴な龍尊様が雨を降らせて敵陣を水浸しにすればいいんです。私たちみたいな引き立て役は空の上から見てましょう。いいですね。陰月よ、何か思い出したのなら言ってみてはどうだ。I only remember fragments. どうやら陰月君の戦友だったらしい。戦友で友人、陰月のであり我らのでもあった。まあよい、どれも過去の運縁に過ぎぬ。開成校に来たのはただあの子を弔うためだ。それって古族の慰霊祭のこと？ Just like the one in the Yukong's companion quest。 亡き者を星座に乗せ星空へと送り出す。あの時はせいていたゆえ、まともに別れの挨拶もできなかったからな。ナフを離れる前にこの心残りを片付けておきたかったのだ。だが
星砂の製造には詳しくない。ここで作っているということしか知らなくてな。分かった。じゃあ僕についてきて。僕も星砂の製造についてはさっぱりだけど、ここの奇数を動かすのはそう難しくはないよ。性格の邪推がまだ残ってる。気をつけて。Right, let's do this. Bun Kai. ないのね。人間は星空を掌握する欲望を隠さない。もちろん私もね。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。They're frozen. One down. One to go. Oh, yes. Oh, yes. Right. That'll do for now. I believe I'm supposed to go this way. Enemy spotted. Yeah. Bankai activated, and here, Getsuga Tensho. Don't move. I'll bless you now.One to go. I'm sorry, two to go. Done and dusted. Oh, this panel over here. Okay.Activate the panel. 着いたよ。海星港の大半の船はここで製造を始める。カラクリに指示を入力すれば、星砂の種子を培養する容器が起動する。しばらくすると空港に新たな船が一隻できるんだ。思い出した。白樹って名前、本で見たことがあるよ。本を好んで読むのか。意外だな。いいだろ別に。普段はあまり読まないけど、策について教わってた時に将軍様にたくさん読まされたんだ。その時読んだ本、外界星砂商覧の著者が白樹だった。上出来だ小僧。そう、白樹はその本の著者だ。10ページのうち9ページは作者の星砂がいろんな世界に墜落して度々危険な目に遭う内容で面白かったよ。それから現地の生物分類と生態に関する記録も載ってた。あれを読んだ時は、星砂を動かすたびに墜落させる人を飛行士って呼べるのか疑問だったけど、でも今思い返すと、その危険をいつも好転させて無事生還してるんだから、その強運はすごいものだよね。うーん、ああ確かに、いつも
人を驚かせるほど不運な子だった。精査で出征すれば北条の民の居住に飲み込まれたり、敵陣の後方に墜落したりしたものだ。おかげであの子が乗っていた精査が元の原型を保ったまま寄港したことはほとんどない。天白氏の者たちからは精査殺しとまで呼ばれてた。あの口が思いつきで言った悪いことは十中八九現実となってな。その恐ろしさゆえ次第に雲気軍の中には彼女と同行しようとする者がほぼいなくなっていた。だが生き延びることだけに関しては驚くほど恵まれていた。どんな基地に陥ろうともあの子は切り抜けてきたからな。運も実力のうち、あの精査殺しのために作った船も彼女のように正解へ帰ることを祈ろう。 Before long, the Starship assembly。 精査の製造が始まったよ。しばらくしたら精査は自動的に組み上がって空港に入る。そこで待とう。助かった、小僧。Alright, but before that, let me do some minor settings first. Okay. Let me readjust this. Now, head to the Starskiff Jetty, which is right over here.Hopefully no enemies. ほら見て、精査がもう完成した。ラフを離れどれだけ経ったか。やっとお前に別れを告げることができるな。白樹先輩はその後どうなったの？その後言うまでもないだろう。何しろあの子の最後を弔うために立っているのだからな。Well. 陰月よ、出骨を切ったあの一戦を覚えておるか。 The battle against Shuhu? It was a bloody battle against the denizens of Abundance. 北条の司令、出骨が大軍を率いて同盟に攻めてきた。優秀国で読んだ歴史書にそう書いてあった。ほう。生まれ変わった後に自分の前世を取り戻そうとしたのか。ただその後は何者かによって消された。北条の司令、出骨による侵略、その決戦後は行方が不明となっている。亡骸の記述すら見当たらない。教えてやろう。あの一戦で白樹のうつけはついに低級に賜った運を使い切った。奴は一人で戦陣に飛び込んだのだ。それにより同盟の兵士たちは出骨のケチズ極海を突破し、そしてお前を竜峡から呼び戻した。だが白樹が再び戻ってくることはなかった。我らは皆返せない借りを作ってしまったというわけだ。So basically, she sacrificed herself in order to awaken in Babita Lume. 戦場で死することは誉れである。だが陰月、お前はそれに納得しなかった。お前は白樹が命を落としたことを受け入れられず、あの子に
安らかに眠るはずだったあの子に取り返しのつかない過ちを犯した。 What did Dan Feng do? 何も言うな。もう答えなど重要ではない。隠月よ、我は今よりこの星座を旅立たせる。はい、Let's release the Star's Gift。お前の主公を持ってきたぞ、白獣。これはもともとあいつがお前のために掘ったものなのだが、自分の手で渡すことがかなわなかったのだ。すまん。最近になりようやくこれを見つけてな。この主公をお前に送ることで、あれは少しの間だけ悪夢から覚めることができそうだ。お前に託されたことは必ずや成し遂げよう。たとえ星を切り落とすことになろうとも、その約束をたがえることはない。行こう。次は構造士に向かうぞ。The Artisan Chief Commission is next. Alright. Jing Yu has said her farewells to Bai Heng, and now onto the Artisan Chief.Alright. This is the place where we fought the.よみがえり、至る所に忌み者がおるな。構造士の重物、増加航路まで危ういではないか。突然の出来事だったからね。話によると、多くの匠や弟子が慌ただしく逃げた中、ある老師だけが残ってここを守ったと聞いたよ。それで外からの支援を迎え入れて増加航路を救ったらしい。ほう、面白い。命を顧みず頑なに意志を貫くとは、その様は願望の強いある旧友を思い起こさせる。奴が構造士のこの体たらくぶりを見たら、先週人を無能と笑うだろう。ことない。危機を前に命を惜んで運気軍の到着を待つことの何が悪いっていうの。だが、その気球の時に運気軍は来たのか。ここを救ったのは種族の旅人だと聞いたが、ラフの動点は広いから。それに多くの部隊が妖精の征伐に参加していた。だから運気軍も隅々にまで目を配れなかったんだ。あの時は人手が足りなくて。そうだ、小僧。前回の勝負をもう一度やらぬか。What? お前の誇る剣術がどれほど進歩したのか見てやろう。Bro, we 僕の手を借りてここを掃除したいだけだろ。自首した犯罪者だっていうのに注文の多いやつだね。今回はお前が先に行け。増加航路で合流しよう。Creation Furnace。 どうしてわざとあの子を行かせた。他でもない、お前と長く手合わせをしていなかったからな。俺は戦うつもりなどない。槍先を我に向けろとは言っていないだろう。ここの忌み者で十分だと思う。
情熱変身。生まれ変わったとはいえ、お前の技は奴とほぼ変わらぬ。俺の動きはまるで何も忘れていないかのようだ。この月下で全て照らさん。逃がさないわ。 Well, that's a lot of damage.ないのね。人間は星空を掌握する欲望を隠さない。私もよ。 That should do the trick. もっと頑張ってよお姉さん。どうしたの？今回は随分と遅いね。 What the heck? 慌てるな陰月、我にもう少し付き合え。情熱変身、その槍はまだ主を覚えておる。陰月よ、それを鍛造した者のことを覚えておるか？この槍は俺が追放された時からずっとそばに。いつからこれを振るっていたのか覚えてはいない。スルミトス、Sorry, I was trying to focus on the dialogue, man. Yeah. Oh, yes. Yeah. Go save. 逃げられぬぞ。うちの出番。この月下で全てを照らさん。逃がさないわ。Much thing.たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。逃がさないわ。あんたのために用意したのよ。まだ分かってないのね。人間は星空を掌握する欲望を隠さない。私もよ。テクノモリー、she's hitting hard. Jinyu hits hard, I will say this. Sentou a sekke mitai na mono yo. Shinu ga ii. We still much as well. Oksuru no jikan yo. Arigato. Wait. Tama ni wa majime ni ikokka. Uchi no totteoki o kurai.殴ったね。ほら間に合ったよね。ほんの気持ちよ、気にしないで。引けば見逃そう。逃がさないわ。手の施しようがないわね。おやすみ。うちの出番。All right, Jingli, you will do the final blow. I finally got the job done. 自分は丹風の生まれ変わりで、奴の罪とは何の関係もないと自分に言い聞かせることはできる。もうすべてを忘れたと言い続けることもできる。
だが炭鉱、お前は戦いから逃れられない。その槍術は陰月のと全く同じだ。戦いは火事のごとく、烈火で不純物を溶かし、人の内なる本性をさらけ出す。お前にその激運を打ってやった者の言葉だ。覚えておるか？我らの中で奴と一番近かった者といえばお前だろう。願望の強い者が自尊心の強いもう一人と気が合うとはな。 It better not be Blade。In your dream, you see a man with an indecent face standing arrogantly and irreverently in front of the gun. この槍の鋭さは竜鱗をも貫くほどだ。Blade。傷を負うことになっても知らんぞ、竜尊様。おせ。ほう。隠身。まだその名を覚えていたのか。So that was Blade's real name。やつがまだガキの頃、忌み者への復讐に燃えて。政界を渡り、学びを求めて泉州にやってきた。初めて会った時は我の剣よりも背の低い幼子だった。百歳しか生きられぬ身だというのに、構造師の万般の工芸を学び尽くすと言っておったな。あの子犬は劉村に引けを取らぬぐらい傲慢であったぞ。我はあの理想だけを追い求める頑なな性格がもともと気に食わなかった。だが再び会うと、奴の作った武具は匠たちでさえ及ばぬ域に達していた。構造師の頭目に与えられる百夜の称号をも手にしていたのだ。しかし残念なことに、あれは一回の短命衆。同盟が構造師を任せるわけがない。結局奴は我らのような衣類たちの隣で暖を取るしかなかった。Wait, let's catch up with, up to Yanqing. 姉さん、わざと僕に先を譲ったんじゃないよね。まさか、お前の剣の腕が成長していたがゆえに、追いつけなかっただけだ。それで今回はその短命種の先輩を弔うつもり？盗み聞きとは感心しないな。それに我は奴が死んだと言ったか？でも短命種の寿命じゃ休眠カプセルにだって長く入れない。もし生きてるのならもうご老体だろうね。王政、まだ生きているのか？もちろんまだ生きている。死んだ方がマシかもしれぬが、知恵と知性にあふれたものでも人によっては運命の転換期に最も愚かな選択をする。奴はその聡明な頭で企てたのだ。陰月と協力し、北条の司令の血肉で亡くなった友を生き返らすことをな。だが奴の愚行は己を不死の怪物に変えた。魂魄は散り、生前最も蔑んだ存在へと落ちた。運命とはかくも人をもてあそぶのだな。お姉さん、自分の旧友に同情する気が全くないみたいだね。もう一度やり直す機会を与えたことは同情に値しないだろうか。Second chance? 彼に何をした？
あれは英語、優秀国にとらわれるはずの諸行であった。だが我は別の形で自由を与えたのだ。前世の業を永遠に忘れぬよう、あの伽藍の骸を持って行き、剣術を教え、百死を与えた。神聖を得た奴は自分に名前までつけたらしい。そろそろ時間か。次は探偵師に向かうぞ。 And that was how Blade was born, formerly known as Ying Xing.Such an interesting backstory, man. I must say. 将軍殿も儒家に苦しむ初回の惨状を見たはず。あれらの生き物は不死の魔物と化したか、豊穣の生贄にされてしまった。将軍殿はこの惨禍をどう収めたらいいと思う？同盟が帝宮の消直に応じて魔を払う。いつしか薬師を滅し、生死を正しき軌道に戻すためだ。帝宮の遵守、運気軍は影のように付き従い、犠牲を問わず魔を払って聖堂を守る。確かにそれには感服する。だがいささか狭い。僕の力は北条に由来するが、この立場は同盟と一緒だ。宇宙において薬師を死に追いやろうとするのは何も遵守の勢力だけじゃない。短命という病に苦しみ、衛生の良薬を求めることは知恵を持つ生命の常だ。それらの思いを断とうとするのはアイオーンを殺そうとするのと同じで荒唐無稽なこと。つまり薬師の呪いを断ち切るには根本から別の方法を探すしかない。貴殿の死は典型を受け、魔恩から帰ることができた。そして彼女は初回を巡り、それを解決する方法を見つけ出した。道続けろ。すまないが将軍殿、どうやら次の一手は巨量に打たれることになりそうだ。あのジュリン？やはりそう出たか。罪を認めたのはただの手段。諸君の真なる目的は獣王の勅令を利用することで巨量に向かい、六将軍、さらには元帥に会うこと。その棺の中のものもそのために用意したのであろう。将軍殿もさっき言っていたじゃないか。それは将軍殿が、ましてや僕が決めることではない。同盟の方がそうなっているのだから、逆らうわけにはいかないだろう。実に見事、素晴らしい一手だ。本当に変わったな、ケイユ。お、ブレイ。己が後手に回ったことを認めるようになるとは。In the meantime, where is Jing Yu at? Oh, here we are.At the Alchemy Commission? Oh! Bai Lu! 探偵士はもう秩序を取り戻したのに、またどうしてここに？漢薬の流女は万病を治せると聞いた。我もただの人のようにそのものに見てもらいたくてな。焦ることはない。ここは林苑郷からそう離れておらん。お前が将軍から授かった命もじきに終わる。 Alright. Alright, so let's go talk to Bailu.
珍しい客じゃの。なんじゃ、どこか具合でも悪いのか。さあさあ、こっちに来い。I believe this takes place right after Imbibidor Lume's companion mission. 白露、見てほしいのは俺じゃなく隣にいる人だ。 Yes. おや、その様子から見るに目に怪我でも負ったか、それとも別のところが悪いのか。いや、Damn, the music, 目に大事はない。 Holy crap.この目を覆っているのは、物を見ることで古き思い出を蘇らせ、心の間に落ちるのを防ぐためだ。実は龍女様、近頃夜に動悸がしてよく眠れなくてな。心を落ち着かせる方法はないだろうか。症状を聞くに、わしの専門外のようじゃの。オーフ。だが案ずるな。探偵士は病人を選ばぬ。お姉さん、腕を出すんじゃ。まずは脈を取ろう。その後は投影虫を飲ませ、隅々まで見てやろう。Translucent worms? What? While he was taking suppers? なんという冷たさじゃ。ちょっと待っておれ。タンコ、こっちに。ムシが連れてきた友の病気じゃが、なんとも妙じゃ。脈がかなり弱い。通常こういった状態じゃと。She won't live much longer? もう命が長くないということか。くにゃんにゃん、医者の代わりに判断するでない。ムシの友の場合、また話が違うのじゃ。表面上は生を感じるが、脈を取ろうと腕をつかむと、まるで氷を触っておるかのようじゃった。それに丹腹と脈略の間で暗流が通ってるかのように拍動を打ち続けておる。Okay. このような奇病は見たこともない。詳しく研究すれば異形に乗るやもしれん。時々でいいから、これからも主の友をわしのところに連れてきてはくれぬか。Decline respectfully. 実はあの人は今日でラフを離れるんだ。そうか、残念じゃの。もう少し滞在してくれれば、あの病について何か分かったかもしれんのに。うむ、では仕方ない。これから薬を処方するが、それだけでなく白湯もたくさん飲ませるんじゃぞ。わしについてこい。冠婚症気散を出してやる。この生薬を使っても治せはしないだろうが。お、待った、わしの薬箱はどこに行った。あ、すまぬ、薬王秘伝の件以来市内のすべてがむちゃくちゃでな。炭鉱、主は腕がいいのじゃろう。わしと一緒に薬を取りに行ってはくれぬか。龍女様がお困りのようだ。では我も一緒に行くとしよう。いや、主の手を煩わせるわけには。たやすいことだ。煩わしいことなどない。うん、この近くのようじゃな。悪者め、わしの薬箱を返す。こんな四本足め、なんという速さじゃ。逃がさんぞ。あ、うえ、あんなでっかい後ろ盾までおったのか。いつから探偵士にはこんなに診察を受けに来る動物が増えたんじゃ。気をつけろ。邪魔立てするものは我が龍女様のために排除しよう。我の剣はいてつくゆえ、少し離れておくといい。 Alright, let's do this. 亡霊がまた一体この月下で。
シーの手があんなに冷たかった理由が分かったぞ。うちの出番。この寒さ、決して血肉からなる身体で耐えられるものではない。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。Oh boy, here comes back up. やっ、まだ分かってないのね。人間は星空を掌握する欲望を隠さない。私もよ。これはナイス。手の施しようがないわね。Yikes. These are, I think, normally.お注射の時間よ。お薬の時間よ。ありがとう。くだらない。この月下で全てを照らさん。月光を剣に突す。Yikes.設計みたいなものよ。逃がさないわ。手の施しようがないわね。He loved you first. この体に治療はいらぬ。間に合ったよね。ほんの気持ちよ。気にしないで。この体に治療はいらぬ。ああ、recover from break.たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。よし、get a job done。よし、どれどれ。安心草も早期さんも入っておるな。さて、帰るとしよう。あまり患者を待たせるのは良くないからの。はい。待たせてしまってすまなかったの。この処方で主の病を根治させることはできぬが、活力を維持し心身を穏やかにさせることは可能じゃ。いや、必要ない。龍女様の医術がいかに優れていようと、長命種の宿命はどうしようもないだろう。魔恩の身であったか。そうは見えぬぞ。最近ラフでは大きな事件があって、魔恩の身に苦しむ患者を少なからず見てきたが、いずれも上事ばかりをつぶやいたり、前後不覚になったり、体に変異が起きて恐ろしい姿になったりしておった。 Does that mean she's a special case? なのに主からはそれらの症状が見当たらぬ。取引をした、故にこうして残善を保っているのだ。今はまだ思考する余力があるが、もう心識の限界に達している。おとはいえ、未だ叶わぬ宿願と決着をつけねばならぬ仇がある。ほう、自分の病院をしかと理解しておるようじゃな。心の病ではわしも力になれ。じゃが、異形にこう書いてあった。心を消せば身は安らかになる。過去のことを忘れることができたなら、主の病も回復の余地があるかもしれぬの。そうか、それは残念だ。全ての感情の中で憎しみが最も強い。そして我はそれを選び握りしめたのだ。己の存在を維持するためにな。この手で握れるものは
もはや剣と過去の憎しみのみ。これさえも手放せというのであれば、我は骨の髄まで虚無に陥るだろう。龍女様のお言葉に感謝する。こうして龍女様に会えただけで薬よりも100倍の効果があった。ところでここ数日、包帯を巻いた者が龍女様のもとを訪ねなかったか。 She's talking about bleed. 包帯？特徴にしてはありきたりすぎて何とも言えぬな。先週には毎日数えきれぬほどの患者が探偵室を訪れ、身体を見てもらっておる。剣木の災いがあったことで怪我人がたくさん出てるからの。背が高くほっそりとした暗い表情の男だ。 Yep, she's definitely talking about Blade. 口かけた剣を持って離さない。そんなものを見た覚えはあるだろうか、龍女様。そういったやつは。ああ、今日一人おったぞ。あ、あれは検証を追ったに違いない。血の匂いがしておった。じゃが重傷ではなかったようじゃ。顔も平然としておったし、わしが処方した薬も持っていかなかったぞ。やつが求めたのは別の形での処方だったのかもしれんな。となるとこれで全員揃ったわけか。さあ旧友たちに会いに行くとしよう。オッケー。 And I kind of like the fact that Balu has a more その男はもう連れて行ってよ。 A more これからのことは彼と無関係だ。 In Honkai than how Genshin treated Kinji。これで揃ったな。数百年が過ぎた今も雲上のご騎士がまたこうして集まれるとは。我の記憶が未だ定かであれば、700年前、我ら5人はこの場所であの誓いを立てた。何があろうとまた集まり杯を交わそうと。されど林縁橋は空にかかり、世は天保のごとし。我ら五人の中には生まれ変わった者もいれば罪人となった者もいる。そしてもう誓いを果たせなくなった者も、互いの情さえも消えてなくなった。じきに我は枷をかけられ、審判を受けることになる。ひとたび別れれば二度会うことはないだろう。ゆえに離れる前に皆を初めて出会った場所に招いた。人は五人、雷火は三つ、主会の陰月は独断で龍華妙法による改正を図った。形骸を変えて大火を招き、戦士の誉れを辱めた。重犯の王政は強敗なる傲慢により、北条が紳士の血肉を手にした。陰月の猛威に手を貸し、不死の忌み物へと落とした。そして罪人慶龍、魔恩に落ち同胞を殺め、盟友の義を裏切った。今こそ
我らが代価を払う時なり。 So the three people is Dan Heng, Blade and Jin Liu。 お前は永遠に陰月から逃れられぬ。奴はお前の始まりだ。お前が進む道には奴の財宝が影のように寄り添い、死ぬまで後を追うだろう。ジン、いい名だ。終わりの見えぬ人生の中、お前は殺すか殺されるかの狭間をさまよい、己の骨を埋める場所を探すことになる。そうでなければ王政の悔いを消し去ることはできないからな。そして我は同盟の審判を受け、永劫の罰を背負う。その後はより悲惨な代価が我を待っている。 Paying an even worse price? こうでなければあれら明記すべき苦しみは消えてなくならない。雲上のご騎士よ、そろそろ互いに別れを告げる時間だ。Talk to Jin Liu and Jin Yan。 酒はなく苦味だけを伴う会合とは実につまらぬな。もうじき我を巨領に送る頃だろう、軽減。同盟の法は厳守されるべきもの。残念です、師匠。あなたたちは巨領ではなく玉殿へと送られます。この件を元帥に報告したところ、獣頭将軍が興味を持ちました。十方公営北海を張って先に二人に会おうとしています。軽減よ、相変わらず他人の采配を崩そうとあがいているのだな。我々も雲気軍も帝宮の将軍たちも皆神の番に置かれた駒に過ぎぬ。我はもう定められた運命の道を歩むのに飽きた。だが構わぬ、お前ともう少し歩んでみるとしよう。いずれにしろ結末は変わらない。我は勝利する方に立つ。ならばこの対局最後までお付き合いいたします。待て、ケイリュウ。去る前に俺への報酬を忘れてはいないか。 What? 試したであろう。傷口が増えるだけで、それ以上助けにはなれん。お前の不死身はそう単純なものではない。人間の剣で不死なる紳士の肉体を殺すことはできん。この点については運命の奴隷からも聞いたと思うが。ああ、聞いた。だがそれでもお前は俺に一振りの借りがある。お前に剣を教えた時にも言ったはずだ。我は全く生きる気力のない、切られることを待つだけの者には手を出さぬ。我が剣を抜くのは敵に対してのみだ。ケイリュウ、お前の教えを今ここに返そう。この時を大事にすることだな。我が刹那の死を与えてやろう。カチン？いや、カチン。700年前も我らはここで談笑し、競い合い、意気揚々と未来を思う。
思い描いた。あの時の数人の姿が未だ目に浮かぶ。まるで夕べ見た夢のように。あの日々がずっと続くと思っていた。先週人の寿命がごとく長く永遠に。あ、しかし夢はいずれ覚め無双する。オフ。Blade got his ass whooped. 懐かしい感覚だ。まるでお前が初めて俺に剣術を教えた日に戻ったかのような。王政が撃ってやった武器を手にして、何度も何度も俺を切り裂き貫いた。かつて敵に振りかざされた技が忌まわしい肉体を刻んでいく。この血肉が崩れては癒えて復元していく様をただ見ていることしかできなかった。そしてふとある声が聞こえてきた。なぜ陰月とあのような悪行を。わかっていた。お前は俺から答えを聞き出そうとしていたわけではないと。だからその眼差しを見た瞬間、俺は問いかけていた。何百何千と自問し、答えを得られなかった問いを。なぜ忌み物だけが幾度も繰り返しやり直せるのだ。どうして彼女のような人が死に、燃えて灰になり、忘れ去られねばならない。なぜだ。最後に俺の心臓を貫いた後、お前は俺と剣をあの枯れた塚に残して去っていった。奇妙なことに、この短く夢のような死の中で俺の苦痛は少しだけ和らいだ気がした。杯を交わしていたあの日々のように。Man, this is heavy. And they're all gone.これからどうするつもりだ。 I'm going to return to the express. この会合が終わったら、俺は列車に戻って旅を続ける予定だ。列車はいつまでもお前を乗せて走り続けることはできない。かつての我らと同じく、お前の友人たちも皆自身の思惑を抱えている。ナフを離れた時、我は復讐を諦め、全てを放り出そうとした。だが年月を重ねるにつれ、それは次第に鮮明になってゆき、長く付き添った友人のように耳元で囁いてきた。魔音に落ちた時の所業が全て我の頭に刻まれ離れないのだ。だから我はそれに向き合うことにした。
この目で北条が死するところを見た頃にはお前も王政も真の解脱を得られているかもしれぬな。さらばだ陰月。Okay, bid farewell to Yan Jing, Jingyan first. 言ってしまったね。生まれ変わった君にとって、このすべては熾烈な芝居に見えるだろう。旧友たちが互いに刃を向けていたというのに、私はそれを止めることができなかった。己が何者か。この質問に答えられるのは己だけだ。たとえ竜士たちの企みで本当に輪廻転生をしていなかったとしてもね。ああ、炭鉱。君ももう帰った方がいい。炭鉱先生、将軍様は僕に今日のことを忘れてほしいみたい。He's just trying to protect you. 分かってるよ。あんな葛藤、今の僕にとっては難しすぎる。剣術よりもよっぽど難しいことだから。僕、雲気軍に少なからず仲のいい友達がいるんだ。いつか僕たちもあんな風にバラバラになるのかな。じゃあね、炭鉱先生。次はもっと気軽な雰囲気で会おう。ああ。あの女の剣でもなせないとはな。今も変わらず、渓流には不可能ということか。どうやら俺らは、この追行を続けるしかなさそうだ。これが貴様と俺が払うべき代価なのだ。If you wish, I will see it through. ならば、俺も最後まで付き合おう。エリオの脚本によれば、貴様にはまだ生きていてもらう必要がある。そして俺は復讐が長く続こうとも構わない。その方が面白いからな。Now what? Oh, the extra access for me. Is everything okay? AJ and I heard you received an anonymous letter and we were worried so we came by to check on you, but you weren't in the archives. Did that poker face Star Hunter Blake give you any trouble again?Don't worry, I just step away to enjoy the view. Himiko said she made coffee for us. And that's the end of Jing Liu's companion mission. And holy crap, I didn't expect it to be this heavy.